お久しぶりです、小倉康政です。まあ、ちょっとね、もうだいぶ髪の毛も伸びっぱなしになってたんで、ちょっとこう落ち武者みたいな感じ、ま、昔で言うたら70年代のファッションでフィッピーって言うてね、肩ぐらいまで伸ばしてた人もいたみたいなんですけども、私もそこまで伸ばしきってしまって、私自身もやっぱりこうやってスッキリとしたショートヘアにした方がいいかなと思って、さっき久しぶりにキュービーハウス行ってまいりました。もともと荒本のキュービーハウスがあったんですけども、ちょっとそのキュービーハウスが入居してたイオン東大阪店荒本の方にあったんですけど、それが今度はモノレールが10年後か2030年ぐらいにできるという理由で、残念ながら今年の春に閉鎖されて取り壊しになっちゃったんですね。まあ少なくとも10年後、その新しくなったモノレールの駅の中にイオンが再開できたらいいかなと。その頃はもう私もアラカンですかねって世代になると思うんですけども、まあ、そこにまた入居してくれたらいいかなというふうに思いつつも、今回は同じイオンでも今福鶴見のイオンモールの方にもやはりキュービーハウスというのがあって、そこでまあちょっとスッキリと髪の毛切ってまいりました。ちょっとね、白髪がだいぶ目立ってきたんですよね。でも最近は白髪をあえてファッションとして若さの象徴としようというところもあるんでね、手塚さとみさんとか近藤さとさんっていう人いますよね、あれみたいにあえて白髪を残そうという人も言ってますし、私も今まで生まれてから毛染めとか白髪染めというのを一回もしたことがないので、このまま行こうかなと。親父がひどかったんですよね、白髪染めの皮膚。私が生前だった頃はもうすごい白髪だったんで、30代でも結構もう白髪ボボやったみたいでしてね、まあ、こんな感じですけど、ちょっともう白髪が目立ってきましたけど、あえてもう白髪染めは使わずにこのまま行こうかなと思ってます。で、今私はちょっと新聞の集金もちょっと一段落ついたところなんで、ちょっとまあ本来はね、平日、まあ、月末を中心に新聞の集金とか営業行ってるんですけども、ちょっとまあ今日はちょっと新聞の集金の集計昼間やりまして、それからの帰りで今道頓堀にちょっと自転車で軽く散歩してるところなんですけども、昨日のインスタグラム、私が上げてるインスタグラムアカウントがアットマークやすまさ YASUMASA 数字の0718のアカウントでもちょっと書かせてもらったんですが、ゴミというのは本当にこうこうやって街の中歩いてても非常にこう路上でゴミが散らかってるのをよく見かけるんですね。こんなような感じのね、こういうゴミ、これはまあ一応あらかじめ袋に包んであるからいいんですけども、多分この店のゴミとかかぶりだと思うんですけど、こうもうちょっと奥行くとね、こうあれみたいにこう空き缶とかを完全に飲み切ってない状態でもそのまささっと帰っちゃうっていう人もいたりするんですね。あるいはこう食べ物の袋とかいろいろあるわけなんですけども、昔は私が生まれた頃、1970年代の後半っていうのは本当に使い捨ての文化っていうのが定着してたわけなんですよ。で、その使い捨て文化っていうのが当たり前になったことで地球温暖化っていうのが積極的に進んでいってしまった。で、ね、こうやってもう今ね、このお客さん、ある女性の方がスターバックスのコーヒーのカップをここにね、ロゴを置いたりしてましたけども、ゴミはゴミで全部燃やしたらそれでええやん、移植したらええやんというふうな考え方があったんかもしれません。でも、まあ地球温暖化、環境の悪化っていうの、まあ最近の AC ジャパンの宣伝見てても、浦島太郎さんがコラシマ太郎になっちゃった言うて、こう海水にね、海の中にこうプラスチックゴミ、こういう袋とかね、食品の袋とか、あるいは、洗剤の容器とか、いろんなのが捨てられていくことで海水の生態系が著しく悪化してしまった。で、それからもう一つ食品ロスの問題ね、消費期限切れやから言うてもさっさと処分してしまうっていう傾向にあって、
結局何千とも何万とも職人を無駄にしてしまうっていうような傾向があるっていう風なあの統計がね出てて、これが大変な社会問題になってるんですよね。で昨年ぐらいから SDGs という国連の持続可能な開発計画というのが本格的にクローズアップされるようになって、この SDGs の、まあ、多くのテーマには経済政策、それから環境問題、食品ロスの撲滅など救済ね、とかいろんな今の喫緊な社会問題についてのテーマっていうのが全部生まれてるわけなんですよ。これを2030年を目標にこれを達成していこうっていうのが SDGs の大きなテーマなんですけど、2030年で終わりではないんですよ。あくまでも2030年までにこの開発目標を達成して、その後も2030年から後も2031年から後もこの継続して地球環境を守っていかなければいけない、経済政策を守らなければいけない、いろんなことを考えなあかんと思うんですよ。でも残念ながら新型コロナウイルスっていうのが去年から発生して、今もねちょっと日増しにちょっと感染者数がどん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 広がっていってる状況の中でありますので、なかなかそう簡単にやすやすと進めない状態っていうのが続いてしまってるんですけども、やっぱりこういう時だからこそ家庭でも SDGs 意識、街だけでももちろんそうだけど家庭でも SDGs の意識をもっと持ってもらわないといけないなと思うんですよ。ゴミ一つにしても例えば食品のトレー、スーパーとかで肉とか生鮮食品とかありますね、あれを包んでるっていうか置いてるあのトレーってありますよね、あれがの発泡スチロール容器があって、後々になったら今度この資源としてあの例えばこの服の繊維、服などの繊維に再生利用できるじゃないですか。あとペットボトルとかね、それからこういうあの食品の包装用の袋とか、そういった類は繊維にはなると思いますし、であと紙ゴミね、紙のゴミとか、あと包装紙とかあれじゃないですか。それからあのこの近くにファミリーマートがあるんですけども、そこであの串カツとか串刺しの鶏肉とか売ってるじゃないですか、焼き鳥とかね、あれとてもあの例えば壁紙とかの加工紙とかに再生利用できたり、レポート用紙、まあ私は手紙とか書きますから、あと仕事上の報告の関係であのパソコンのね用紙使う、プリンター用紙使えますから、そういった再生紙、レポート用紙とかの再生紙とか、あるいはあの壁紙などの加工紙も利用できるじゃないですか。であとまあ、家で使わなくなった家電製品とか、あの壊れてしまったもの、まあ、どうしても使いにくいというのに焼却処分にせなあかんものはもうサーマル熱、焼却熱という形で家電とかの、まあ電力とかのあれにとか、あるいは企業用のね電力に再利用することができるという考え、まあ燃えるゴミは燃えるゴミで、はい、焼却それでおしまいっていうのじゃなくて、サーマル熱としてリサイクルできるようにしなければいけないというふうにもあると思うんですよね。で他のゴミにしても何がしかの形で再利用ができるという意識を私たちは持たないといけない。例えばこの今ここにあるプラスチックの袋とか、ペットボトルとかは、まあ、さっきも言ったように繊維になるとか、それから、紙ゴミとかですね、それから割り箸しっかり、そのね串カツとか焼き鳥の串なんかは壁紙とかレポート用紙とかの加工品に再利用できたりとか、いろんなやり方があると思います。ですから第2の余生、第3の余生っていうのは絶対こう出てきますから、その意識を持って分別して回収してもらいたいなっていう思いは私もこれからも意識していきたいと思ってるし、皆さんもやっぱりそういう意識を持って取り込まなければいけないというふうに肝に銘じないといけないと私は思いますね。それからあと私の場合はいつもコルトップとかペットボトルってありますね、こういうペットボトルの蓋、これとても資源なんですよ。
もうかれこれ20年ぐらいやってるんですけども、ペットボトルの蓋あるいは空き缶のプルトップのあれですね、ジュースのプルトップも集めて、まあ、車椅子を送ろうとかいう社会福祉活動とか取り組んでるじゃないですか。まあペットボトルやったらそれを換金してアフリカの子どもたちにワクチンを送ろうという取り組みしてるところがねあったりするんですけど、今コロナワクチンかって結構不足してて、私もまた1回目すら予防接種受けてないんですよ。だからそのワクチン、コロナワクチンをこう全世界的に増やしていくために、もちろん日本の方にも輸入していくために、こうどん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 そのプルトップしかり、ペットボトルのキャップ蓋しかり、そういうの回収していかなければいけないと私は思うんですね。そういうふうに社会貢献のために生かすことっていうのも絶対必要になってくると思います。あと昔はコカ・コーラとかアサヒビールとかでもスタイニーボトルって言ってあったじゃないですか。ちょっと私が生まれた頃にはもうあった頃にはもうアサヒビールのスタイニーとか結構あった。なんかその一時期ね、ちょっとそのスタイニー発売が中断してた時期があって、20年ほど前かな、アサヒビールのスーパードライという看板商品で、スタイニーっていうちっちゃい瓶のねボトルがあったんですけど、これはリターナブル瓶といって、瓶そのものをガラス瓶そのものをこうリサイクルして消毒してまたもう一回商品化するっていうやつ、それを発売しとったんですよ。ところが、これ残念ながら東日本の地震のためにその福島にあったリサイクル工場が残念ながら閉鎖されてしまったということと、コスト高になるという理由でそのリターナブル瓶の発売、スタイニー瓶が中止になっちゃったんですね。で、炭酸飲料のコカ・コーラとかファンタとかペプシコーラ、まあ、そういった類も昔ガラス瓶があって、そのガラス瓶を所定の店でお返ししたら預かり保証金として10円が返ってきます、キャッシュバックされてきますっていう風にやっとったんですけど、今はそれ全然なくなってしまってるんですよ。みんなペットボトルにしてコストダウンを図ろうとしてるんですよね。だけどご承知の通り、ペットボトルもプラスチックゴミですごいこうね、どん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 こう海洋汚染の温床になってるわけじゃないですか。ですから多少のコスト赤字は覚悟しなくてはいけないかもしれませんけども、コーラとかそのアサヒビールのスタイニーとかもそうやったんやけども、リターナブルガラス瓶をもう一回復活させてほしいなと思うんですね。やっぱりそのリターナブル瓶、ガラス瓶があることによって、その形のままでもう一回リサイクルできる、まあウイスキーとかね、あれかって結構形のままでこう売られてるわけです。それ結構ね、形のままでリサイクルできるものばっかりじゃないですか。ですからこう買い求めて、で全部飲み干したら、その所定の買い求めた店、まあこの近くのファミリーマートでもいいでしょう、ファミリーマートしかり、セブンイレブンしかり、近所の酒屋さん、山屋とかでもいいでしょう、そこに持ち込んだら預かり保証金として1本につき5円とか10円とか還元するとかいうようなサービスもしながら、どんどんそのガラス瓶のリターナブルっていうのも積極的にやっていく必要があると思うんですよね。やはりこれからの時代、 SDGs の時代というのは全部混ぜこぜで捨てるのではなくて、ごちゃ混ぜで捨ててしまうという一色たて捨ててしまうんじゃなくて、やっぱり何かしかの形で資源としてもう一度再利用できるっていう意識を皆さんに持ってもらわないといけない。今の若い人はそこまで意識がちょっと薄れてるんちゃうかなと思うんです。そう考えるとちょっと残念だなと。私も1975年生まれで、まあ祖父母の元で過ごしたんで、祖父母なんかはもう本当に物を大切にするぐらいの非常にこう昭和の頑固なところがあって、それを私も引き継いでるわけじゃないですかね。資源っていうのは本当にこういろいろと分ければ資源になる、もう一度利用できるっていう価値っていうのをもう一度考え直していくべきだと私は思うんですよ。だからこうね、今コロナ禍でこうね、なかなかそういうところまで手が回らないとは思うけども、
できるところからの資源を生かす、そして物を大切にする精神というのを持っていくことが本当の意味での地球を優しくする精神、エコ&エコの精神につながっていくんじゃないかなと私も思います。